こんにちは、歴史と陰謀チャンネルです。今回も相変わらず治安の悪い話をしていこうと思います。今回は今こそ3密が大切であるというお話でございます。最近巷に降りてまいりますと、結構頻繁に3密という言葉を耳にするようになりました。日本人の多くは仏教と神道のミックスでありますから、三密のキーワードが流行するのも自然なことかもしれません。これは本当に素晴らしい言葉です。念のために説明いたしますと、三密とは言わずと知れた三つの密のことです。すなわち親密、苦密、異密の三つであります。仏様の身体による不思議な働きが親密、仏様の言葉による不思議な働きが苦密、そして仏様の心による不思議な働きが異密です。そしてこの仏様の三密に寄り添い一つになるための行を三密家事と言います。家事という言葉は呪術のようで、なんとなくうさんくさいイメージを持つ人もあるかもしれません。家事祈祷という熟語は有名ですが、この家事は簡単に言えば仏様が我々人間のために起こす奇跡のことですね。中国では神力などと呼びます。弘法大師空海は秘蔵記において家事をこのように説明しています。家とは諸仏の五念なり、事とは我が事業なり。ちょっと何を言ってるかわからないと思いますが、要するに家事とは仏様の素晴らしい力に人間がアプローチするということですね。さて三密家事です。空海は慶家というアジャリ、アジャリとは指導的な地位にいる偉い坊さんのことですが、慶家アジャリからこの三密家事を受け、その秘宝を継承しました。三密家事のやり方としては、親密に対しては朱印を結び、苦密に対しては真言を唱え、異密に対しては心に本尊を感ずることで仏様の三密にアプローチし、これが溶け合って仏様の三密と重なった時、ついには即身成仏、人間の体のままで仏となることができるのです。三密は真言宗で特に大切にする言葉です。皆さんも三密を意識して三密に寄り添って生きていくと、もしかすると何か救いがあるかもしれませんね。まあ、ご利益を期待しての信仰にはいろいろな意見がありますが、ということで今後も歴史や時事ネタに隠された陰謀や宗教、オカルト、神秘主義など怪しげな情報発信をしていこうと思います。少しでもいいなと思ったら高評価、チャンネル登録などしていただけると助かります。本日はここまでです。またお会いしましょう。おっと、誰か来たようですね。